お疲れ様です。ラフチャンネルのアリバです。今日はどこに来てるかというと、とあるね駅に来てます。で、何しに来たかというとですね、よくね、あれあれなんですよ、動画編集をしてる時にやっぱりこの子欲しいなとか、あとライブ配信ね、まあ、これはもう皆さんご存知かと思うんですけど、新入荷生態ライブやってる時にやっぱこの子自分が欲しいなと、でアーカイブ残して見ててやっぱ欲しいなと、撮影行ってるから欲しい答えその時買えばいいのに、買わずにね、落ち帰って動画素材編集して自分で改めて見直してやっぱ欲しいと、まあね、そういうことが多々あります。訪問撮影とかよくね、生態の撮影とかしてる人たちの中ではあるんじゃないのかな。ということで今日はお迎え動画です。まあ、ここでの撮影はこれで終わりにはなるんですけど、今から皆さんに紹介したいと思います。それじゃあ多分普通に僕のペット部屋に移動すると思うんで、そっちの方見ていきましょう。はい、やってしまっております。こちら、この間ね、先週末かな、新レプタイルズさんのところにね、撮影に行ってきたんですけれども、その際に、僕が購入せずに動画で紹介した子たちの中で、やっぱね、動画の編集をしててどうしても欲しいなと思ってた子たちをですね、改めてまたお伺いして、購入してきました。で、まあここにね、ラベル書いてるんでわかると思うんですけど、僕が以前動画で紹介したホワイトアートゴーストヘテロパターンレスのオスですね。こちらうちにいるパターンレスヘテロゴーストと掛け合わせることによってホワイトアウトゴーストパターンレスが出たりだとか、あとはゴーストパターンレスが出たりだとか、もしくはパターンレス出なくてもホワイトアウトゴーストヘテロパターンレス、もしくはゴーストみたいな感じで、結構幅広くね、うちにいるパターンレスヘテロゴーストのことを掛け合わせたら、いろんな種類のねゴースト系の子たちがね出てくると。まあ、もちろんゴーストが出ない場合もあります。まあ、そんな感じなんですけど、いろんな種類が出るという組み合わせがね、うちでできちゃうので、こちらの子。で、もう一つこちらですね。オレオズールーヘテロスノーのメスですね。うちにスノーズールーがいますので、その子と掛け合わせるとね、まあまた面白くなってくるということで、こちらね、2匹動画で紹介しておきながらも、やっぱり後々欲しくなってってお迎えしてきました。ちょっと見ていきましょう。はい、じゃあまずこちらですね。オレオズールヘテロキャラメルヘテロスノーですね。やっぱ綺麗だわこの子、この子やっぱ綺麗だわ、この色の白さよ、パキッとして、ごめんね大きい声出してちょっとびっくりしちゃってるみたい、このパキッとした色の白さよ、オレオだぜ、すごいな。で、柄もねはっきりしててめちゃくちゃ綺麗ですね、この本当に。白さがすごい。ちょっとこの白の、ちょっとごめんよ。このオレオズールはやばいだろう、やっぱり。もうどうしてもね、編集してたり、完成した動画見直したりしてて、頭から離れなくてですね、お迎えしてきてしまいました。オレオズール。いや、この子は綺麗だよ。うちにいるね、スノーズールと背中の柄が一緒なんですよ。ちょっと若干繋がってるようで繋がってない。この分かれた分断されたタイプのズールの形ですね。だからちょうどいいかなと思って、うちのスノーズールの子もこんな模様だし、この子もこんな模様だし、オスとメス、それぞれ掛け合わせてね、うちで、新しい子たちをね、生み出していけたらいいなと思ってお迎えしました。めちゃくちゃ可愛いよ、この子。はい。で、続いて、その隣ですね。この子もね、またまためちゃくちゃ綺麗な子なんですよ。はい。見覚えある方ね、いると思うんですけど、ホワイトアウトゴースト、ヘテロパターンレスです。うちにパターンレス、ヘテロゴーストがいるんで、その子とね、掛け合わせて、いろんなね、面白い子たちがね、できたらいいなと思ってお迎えしました。いや、うちにはね、ホワイトアウトゴースト、キャスパーくんがいるから、とか言ってたんですけど、ちょっとうちキャスパーくんという人気なホワイトアウトゴーストがね、以前お世話になった時お迎えさせてもらった子がいますけど、そうですね。ちょっとその子を超えるぐらい可愛いですね、もう。キャスパーくんが霞んじゃう可能性があるから、ちょっとこれお迎えできないな。いや、でもこの子いいわ。
ば、やっぱりね、同じモルフでも全然見た目の雰囲気から違うので、この子もねかなり人気が出るんじゃないのかなと個人的には思ってます。僕はもう正直一目惚れでしたね。めっちゃ可愛いわ。で、結構このなんて言うんだろう、色のグラデーションのせいなのか、縁取りの色の暗さのせいなのか、尻尾の先は紫色なのはねよく見てわかると思うんですけど、この模様の中ね、わかるかな、めっちゃ紫じゃない、これ紫だよね。はい、ちょっと明るいところに移動したんですけど、この紫すごくないですか。こんなはっきり紫色出る、背中のあの両サイドをストライプで分断された模様、ちょっと暗めのグレーで縁取りされた中ですね、紫色になってるの、めちゃくちゃ可愛いよねこの子。はい、ということでね、追加で追いニシアフ、はい、2匹お迎えしてきました。オレオズールヘテロスノーホワイトアウトゴーストヘテロパターンレスということで、ちょっとね紹介するタイミングずらそうかなとも思ったんですけど、別にもうもはや隠しても意味ないし、早くねメンタライブどんどん出してって皆さんにお見せしたいなと思いましたので、まああの全然なんか動画都合うんぬん関係なしにシンプルに欲しかったから追加で買ったっていう感じなので、いつもねちょっと小出しで実感覚開けて皆さんにご紹介したりしてたんですけども、もういいやと、もう結局そんなの関係なしにお迎えしちゃってるんでもういいやということで、今回ねもう立て続けに皆さんにねご紹介させていただきました。マジで綺麗だな、ほんとこの2匹はね追加でお迎えして後悔してないですね。めちゃくちゃ可愛い。まあお迎えして後悔したことある子なんていないんですけど、特にこの2匹にはね満足してます。やっぱクオリティ高すぎや、ほんまにめっちゃ綺麗。これオレオすごくない？ホワイトアートオレオでじゃないんだよ、オレオツール、めっちゃ白いじゃん。はい、ということで、メンタライブねちょっと最近ねしばらく空いてしまったんで 1,2 週間空けちゃって、昨日久しぶりにやったのかなメンタライブを、なので、ちょっと頻度上げてね、時間空いちゃった分はやろうかなと思ってますので、この子たちの登場ね楽しみに。可愛いとした、掘ろうとしてる、下掘りたいんか。この子たちのね、登場を楽しみにしていてください。ということで、本日はね、たったこれだけのね、お知らせ動画にはなりましたが、ぜひラフチャンネルでこういったいろんな種類のニシアフレオパ見たいなって方ね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。